はいじゃあ今回はね YouTube のコメント欄をお,お答えしていこうかと思いますまあ答えろと言われたわけではないんですけどもちょっと気になる記事だったんでね、えーと「意味不明のばらまきを海外するぐらいならロスジェネ世代へ人生をぶち壊しにした賠償を払ってほしいねと」とこの前公務員に「私が貧困で苦しいことを相談したら別に一生貧困でもいいんじゃない?」と答えが返ってきたと。 まあここだけを見るとほんとひどいことを言うなってことなんですけども実はこういう扱いをね結構受けてるそうなんですよ。まあ、つまり公務員さんに限らずまあ、ある一定のね富を手に入れた人っていうのは当然ですけども苦しい人の生活なんてね知ったこっちゃないわけですよまあまさに他人の人生ですからね、まあ、そういったところで鬱屈したものが結構たまっていてですねで特にう そうですねここ1年ぐらいなんですけども家計が苦しくって離婚を決意したっていう方からもうねあの楽になったんで好きなことをやりたいの中にちょっと破壊活動があるわけなんですよね。まあそういう流れが起きてくるのも仕方かがないなと思ったんですけどもなんか裕福に見えるやつらをなんか知らしめてやるというかね。 ややっつけてやるみたいなねそんなあの何年か前も義勇軍義勇団みたいな集まりがあるってことをお話ししたと思いますけども結構危なっかしい暴力集団がこの日本国内にも起きてきてただ鬱憤を晴らすためだけに幸せそうなやつらに一は吹かしてやりたいみたいなのが、まあ、あの最近はまた増えてきてるみたいなんですよね。何の縁もいかれもなく身内でも何でもなくて恨みを買ってるわけでもないんだけども単なるね犯罪のターゲットになってしまったみたいな。 で、金銭目的かって言ったらそうでもないと、うん。まあ、よくわかんない、あの、理由なき犯行っていうのが結構あって、多分その根底には自分が恵まれてないことを、うん、なんかね、晴らしたいっていう、そういった形になってきてるのかなと思うんですよ。うん、で、その、幸せな家庭を築いてる方でも、さっきお話ししたようにね、離婚して楽になったって方は、あの、家庭を支えることがもう負担でしょうがないんですよね。で、どんどん値上がりもするし、 で最近でしたら物価高騰に加えて電気代も高騰するわけじゃないですか。で稼ぎはなかなか追いついていかないと。でも使う方はもう遠慮なく使っていくみたいなことでなんかその家族の中に敵が生まれてるっていうような感覚になってくるわけですよね。でまあ上発を決意したとかねあの。蒸発ならまだあれですけどま離婚をして。 1>, 1人で暮らしたらこんなに自由だったってこというわけに気づいたとかまあ言ってみればその離婚すればもう他人になるわけですから本当に楽なわけなんですよ何の責任も義務もないですからねそういったところを離婚が恥ずかしいっていうふうに男性が考えてしないところが最後の拠りどころなんですけども、まあ、あの離婚する人がね3組に1人とかなってくると別にもうどっちでもいいじゃんってことになってくるわけなんですよ多数派になってきてしまってるわけですからね っていうのがその10年はしなかったけども離婚しなかったけど20年目を迎える前にしたとかっていうふうなんですよ今の時点では36%とかっていうふうに、まあ、いろんな切り取り方がありますけども離婚率36%になってるらしいんですけどもあとね2年3年経ったらこの物価高騰の1年2年でさらに40%を超えるんじゃないかなってことなんですよ。うんやっぱね 一部の人を除いて人一人ができることって限界がありますのでそのために家族ができてるのに家族が負担を稼ぎ手である旦那さんに押し付けてるところがあったりとかしてねそこに来てこういうふうなねあの相談事をすると一生貧困でもいいんじゃないみたいなことを言われるともうこいつらやったらでみたいな、ね、気持ちになると思うんですよ。やっぱり根底はね獣,獣ですからね野獣ですからね男ですからねあの。不愉快になるわけですよね。 で、なんかはっきり言って、この人が笑ってることすらムカつくわけなんですよ。で、そういった人が集まって、いわゆる義勇軍みたいなのが作られてるらしいんで、あの、もう笑いようにしてやるぜみたいな、本当になんか恐ろしい活動になってきてるわけなんですけども、まあ分からないでもないんで、うん、まあ私のところにそういう声がかかるってことは、まあ仲間になるってことなんでしょうけども、ならんでもないよっていう話ですよね、私もね。<laughs> 気持ちは分かるしね、一は吹かしてやりたいですよね。 う屈したものが溜まってきてるんだろうなと思いますね。私が温度を取るのはごめんですけども <laughs>。うん。でもなんとなくね、その、私でもね、思いますね、それはね。うん、まあ、そんなとこですか。あの、最後こう書いてますよ。本当にそいつを殴ってやろうかと思いました。それは思いますよね。<laughs> 私なら殴ってるかもしれないです本当にね。<laughs> なんかこう、あれなんですよ。随分とね、年も取ったんで、 体の動きも悪くなりましたけどもでもねああどんなに楽だろうと思いますよね <laughs> 思ったように拳が震えたらあ <laughs> あでもどうなるんでしょうねなんかその家族がいるとね思ったように人をぶん殴ることもできないんですよ <laughs> これがすごいストレスですよね <laughs> なんか合法的に人を殴りたいなのと思うからやっぱりこの年でも格闘技をやりたいというふうな気持ちになるんでしょうけども なんか血まみみれの顔を見てみたいと思うんですよこう自分の拳によって誰かが、ね、傷つくところね怖いでしょだからこういうあの私なんて話せるからいいんですけどもあの言わないけどもそういう人っていうのが今どんどん増えてるってことはやっぱりね警戒した方がよろしいかと思います、まあ、ですんでねの人に優しくですよ本当ブルーハーツじゃないですけども、うん、自分は置いてかれると思ったらそのお寂しさとかね、うん、弱さが必ず攻撃になってきますからね だかからあれじゃないですかスシロー騒動とかありますけども「よーし叩いてやるぜ」って気持ちになるのはもう当たり前なんですよこれはまあだからねこういう時だけ弱い者いじめいかって言いますけどもそういう世の中なんだからいじめられるようなことをしないっていうことが大事だと思いますねではい、じゃあコメントありがとうございましたまあ何か結構ね今回頂い,いたコメントっていうのはう付き合いが長いんでねよく分かりますお疲れ様です